兵庫ダービーは兵庫県競馬組合が施行する地方競馬の重賞競争である。第7回優勝馬チャンス到来1999年に兵庫県競馬組合がサラブレッドを導入し2000年に3歳を迎えたサラブレッドのために創設された。当初の競争名はソノダダービーで2006年から現在の名称へ変更された。 兵庫県競馬における3歳クラシックの一競争で、そのだけ馬上のダート戦8 7 0メートルで開催されるが、2000年の第1回は三冠競争の第3戦、2001年から2005年は、第1戦、ダービーウィークに組み込まれた2006年は、第2戦、2007年以降は、第3戦都市工事期が目まぐるしく変化している。2001年から2005年までは、 この競争の上位2頭に兵庫チャンピオンシップへの優先出走権が付与されていた。トライアル競争は2005年まではデイリースポーツ社賞で優勝馬の成績は兵庫ダービーで4勝2着1回と関連性が高かった。2006年は兵庫ダービートライアルで同競争の上位2頭がこの競争の優先出走権を付与されていた。2007年以降は 菊水スの優勝場に優先出走権が付与される。2006年は当初姫路競馬場の6月開催だったが、馬場回収に伴い使用できない試し工場がその他に変更された。これは地方競馬のイベントの一つであるダービーウィークにこの競争が組み込まれたためであり、ジャパンダートダービーの指定競争となり、この競争の優勝場は、 同競争の出走場の先行において優位に立てる。これに伴い、ファンファーレも、ダービーウィーク専用のものに変更されている。2008年より、八代大スタディオンステーション、社団法人、JBC 協会協賛競争となり、優勝場所には、種付権が副賞として贈られる。2008年は、スペシャルウィーク、2009年から2012年までは、名称サムソン、 2013年から2015年はディープブリランテ2016年2017年はゼンノロブロイ2018年はエイジンフラッシュ2019年からはリアルスティールの種付券が送られた2009年は姫路競馬場のダート戦8 0 0メートル2010年は姫路競馬場のダート2000メートルで開催された2011年は従来通り その田競馬場のダート1870メートルに戻っている。兵庫競馬の売り上げ不振により、本競争は第3回競争以後総額本賞金の減額を3度行ったが、2007年に一度大幅な増額を行った。しかし、翌年に2着以下の賞金割合を減らしたために、また減額となり、その後も数年ごとに減額されたが、2015年、2016年、 2017年、2018年、2019年、2020年、2021年と7年連続で前年比増額となり、現在では第1回を上回る水準に達している。2020年からは、重賞愛では2番目の賞金額となる一着賞金2000万円となる。馬主の出典、ありがとうございます。